ジェネレーションズ・フロム・エグザイル・トライブが31日、東京国際フォーラムから生放送中の第72回 NHK 紅白歌合戦に出演した。ジェネレーションズ、白衣装で爽やかダンス。Make Me Better を披露したジェネレーションズ。みんなで踊れるダンスをテーマに笑顔でパフォーマンスを披露。爽やかな雰囲気の漂うホワイトのスーツで揃え、一糸乱れぬダンスを届けた。これを受け、ファンからはダンス完璧。かっこよすぎる、ジェネ最高。美女よすぎる、など多くの反響が寄せられている。第72回 NHK 紅白歌合戦テーマはカラフル、カラフル。今年のテーマはカラフル、カラフル。新型コロナウイルスの影響で彩りの欠けた日々を過ごす今だからこそ2021年最後の夜は世の中を少しでもカラフルに彩りたいという思い、そして多様な価値観を認め合おうという思いが込められている。司会は2年連続となる俳優の大泉洋、初の司会となる女優の川口春奈、同局の枠玉由子アナウンサーが務める。紅組司会、白組司会、総合司会と分かれていた故障が、今年は全員が司会に統一された。会場は NHK ホールが改装工事中のため、東京国際フォーラムホール A で初開催。昨年はコロナ禍で初の無観客開催となったため、有観客は2年ぶりとなる。放送は、2021年12月31日午後7時30分から午後11時45分、米印ニュース中断あり。NHK 総合、BS4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。